ノリノリでございます。何も笑わせて。ノリノリっつうのはなんかこういうこと言うな。どうぞどうぞどうぞ。あ、そういう感じが。32歳。これは。あ、これちょっとテキストアンサーの、これ、もっと一人やってたんで、僕のファンで来た人がすごく多いから。じゃあ、今日の意気込みを。やっとります。だそうでございます。滝沢先生、今日の意気込みを。今日の意気込みですか。そうですね、まあ、こういうイベントに参加するのは初めてのことなんで、まあ、ちょっと横浜の皆さんとかましたいなと思います。だそうでございます。はい、これどっか一緒考えよう。はい、ちょっと真心込めて演奏させていただきますので、よかったら楽しんでいただけたらなという感じです。いや、緊張してきちゃいましたね。大丈夫、まあ、いけるでしょう。大丈夫でしょう。皆さんは温かい目でね、見守っていただければと思います。きっとスピーカーはここにありますので、下の方が音響設備的な感じでいいと思いますので、まだ時間あるよって方はよかったら下でね、近くで見ていただければと思います。それでは最後までよろしくお願いします。ハプニングですね。ちょっと待ってくださいね。はい、来ました。育ってきた環境が違うから、好き嫌いはリボンがない。夏がダメだったり、セロリが好きだったりするので、ましてや男と女だから、曲げてまで気持ち抑えてまで付き合うこと
ギターの竹澤勝成と石川美穂でございます。 2人で別々に行動してたんですけれども、最近歌イストというユニット名がつきまして、 2人でライブ活動始めたばっかり。 今年の4月ぐらいまで別々で活動してたんですけれども、その辺からちょっとまあ縁あって一緒にやることになりまして、歌イストというユニットを立ち上げることになりました。ちょっとその辺にですね、フライヤーありますのでよかったら手に取って持ってってくださいませ。はい、港未来ストリートミュージック、今日で11回目だそうです。はい、この後どんどん素敵な方たちがたくさん出てきますので、時間ある限りここで楽しんでいってくださればと思います。それでは最後の曲聴いてください。 じゃあもう一度、滝沢勝成と石川美穂でした。よろしくお願いします。2人合わせて2回ずつでございます。
物販はあちらにありますので、よかったらチェックしに来てくださいませ。よろしくお願いします。扉すり抜けて